福島交通7000系電車は、福島交通で使用されていた、通勤系電車である。7000系の運転台花ももフリーキップカラーかつて、飯坂線の河川電圧は、直流 750V であったが、1991年6月25日に、直流 1500V に昇圧したのに伴い、東京急行電鉄から7000系を譲り受けて、導入された。 これにより、在来車を一掃した。前車が、中間電動車、電波7100型が、種車となっており、一両を除いて、東洋電気製造製の電装品を装備した、車両から改造を受けている。制御装置は、電動化無軸式抵抗制御、台車は、オリジナルのパイオニア産系台車が使用されている。種車が、中間電動車であることから、 先頭車の運転台は新たに、非貫通型のものが設置されている。東急 7000K を譲り受けた他社の改造先頭車と、ほぼ同様だが、この福島交通車のみは、微灯が、角型になっている。二両編成の7101プラス7202.7103プラス7204.7105プラス7206の3編成には、 床置き式冷房装置が設置されており、形式もデハ 017100K デハ017200型として区分されている。福島交通は、東急線形電車を2016年10月に2、編成5両、2017年秋に2、編成5両、2018年秋に2、編成4両を、飯坂線に7 0 0 0系の置き換えようとして導入した。 それに伴い 7000K は2016年8月末に2両、編成1本の引退記念運転を実施し、9月末に解体された。その後も 1000K の導入に合わせ順次引退、解体され、2019年3月31日に行われたデ、デハ7101デハ7102のラストランをもって定期営業運転を終了した。同年4月以降、 電波7101電波7102は、鉄道イベントや貸切列車などで活用される。イーデ電が変わります。福島交通、飯坂線に新車両が導入されます。福島交通 AB 福島、交通飯坂線7 0 0 0系、7111号車プラス7212号車ラストランのお知らせ福島交通、飯坂電車 AB 本日の 7103号車プラス7204号車運用について福島交通 AB7113 号車プラス7315号車プラス7214号車ラストランのお知らせ福島交通飯坂電車7101号車プラス7202号車ラストランのお知らせ福島交通飯坂電車2019年3月30日 作成、2019年4月23日閲覧、AB、7000系車両別れをしむ鉄道ファンら飯坂線で、営業運転終了、福島民有新聞福島民有新聞社、2019年4月1日、2019年4月14日閲覧。ニュース詳細福島交通、飯坂電車福島県福島市販坂町ローカル、電車。 ii-den.jp 2019年1月5日閲覧ありがとうございます。